姫、夫婦以上、恋人未満、ショート実習講座。はい、渡辺かりんの大西沙織です。桜坂修理役の宮下咲希です。大西さん、はい、今回は夫婦実習について教えてください。カンペを読んでいきたいと思います。はい、夫婦実習は高校3年生になると課せられるカリキュラムで、学年中の男女がペアになって実習アパートで疑似夫婦の共同生活を送るの。生徒間でも実習マジックがあるって噂されてるんだって。毎年ペアの中から本当のカップルが誕生するんだって。で、しかもいい成績を取ると。はい、ありがとうございます。次は次回にお近くです。夫婦以上恋人未満、略して夫恋、10月9日からアニメ放送開始、見てね。